もう本当ね、本当怖かった。4,600円ですか。あ、ありがとうございます。また帰りもお会いできること。帰りもよろしくお願いします。じゃあ今日の夜行ってください。はい、行ってきます。着いた、来ちゃった。お、息白い。おはようございます。今上高地のバスターミナルに着きました。現在の時刻は5時38分。これから、唐沢を経由して今日は北穂高岳まで行きたいと思います。5月の中旬なんでまだまだ雪が残っているんで、とりあえず下道はこのトレランシューズで行きます。でザックの中に冬靴と10年半詰めのアイゼンが入ってるんで、唐沢の方まで行ったらそっちに履き替えて歩いていく感じで行きたいと思います。というわけで行っていきたいと思います。でも最高ですね。やばいね、やっぱここ大好き。静かでいいですね。徳沢7時18分鳥のさえずりがすごい聞こえてめっちゃいいですね。結構まで雪残ってますね、上は。ねえ、残ってるね。ご覧ください。いやめちゃめちゃ透き通ってますね、水が。
これは綺麗、めっちゃ。5月の北アルプスいいですね。というわけでこれから次は横を目指したいと思います。雪はねもうこの辺は全然ないからめっちゃ歩きやすい。8時20分、旅行に着きました。あそこにね猿がいる。5時半に出発して3時間ぐらいですかね、歩いて。このトレランシューズで今日は来たんで、めちゃめちゃ楽に歩くことができました。ここから先雪道があるかもしれないんで、まあそうなったら履き替えて12本爪つけて登るという作戦です。横大橋を通って次は唐沢へ向かいたいと思います。このね橋がすごい爽やかでいいね、やっぱ。いやーきつい、マジきつい、登りきついですね、やばい。このね横から結構登りがいつもきついっすよね。いきなり来るからね。ね、平地だったのに。いやー頑張んなきゃ。ちょっと登り筋がエンジンかかるまでがしんどいね。ね、ほんとそれっすね。本田庭市に到着しました。ちょっとところどころ設計があって、まあ、愛全必要ってほどじゃないですけど少し注意が必要でしたね。吊り橋、いやーめっちゃ気持ちいい。放線場も見えます。あめちゃくちゃ撮影部隊がいる。いえ、いいの撮れたよ。いえ、あざっす。ちょっと冬靴と12本爪に変えるか迷ったんですけど、自分トレランシューズとあのチェーンスパイク持ってきたんで、とりあえずこれで今歩いてます。こんな感じで踏み跡が結構ついてるんで結構歩きやすくていいですね。
ただきます。美味しいですね。うまい。カパライスめっちゃうまい。これなんか一般的なやつと違って3分でできるので、あったかくてめっちゃいいです。めっちゃあったかい。15分だとね、冷めちゃうかもしれないから、自分はこっちの3分派です。せっかちなんで、おすすめカパ。というわけで、ここまではこのトレランシューズで来ることができたんですが、ここから先は激重な冬靴に履き替えなければいけないのがすごく嫌です。もし危険なので、これに履き替えたいと思います。トレランシューズがだいたい 300g ぐらいだったから、あの靴が 1kg いかないかぐらいで、アイゼンをつけるとだいたい1.7 ぐらい行きます。いやー、めっちゃ履きたくない。え、あれさ、ポテトのやつをジップロックに入れて持ってきてるんじゃない？持ってきてよ。いい感じ、いい感じ。じゃあ、食べたいと思います。トルランシューズ、まだ15分ぐらいしか乾かしてないんですけど、もうすでに結構乾きました。やっぱりメッシュのやつだとすぐに乾くからね、いいですね。あのゴアテックスのやつとかも前使ったんですけど、それだとなかなか乾かなくて、やっぱメッシュがいいですね。さあ、作る量やからさ、500で。あ、そういうことね。そうそうそう。寿司を。サーサールにさっきまでいたんですが、これからこの激坂を登って北穂高の山荘まで行きたいと思います。一応コースタイムだと3時間だけど、この雪道だからね、ちょっとどのぐらいかかるか、あの安全第一で行きたいと思います。あとね、やっぱりここがマジで、ね、ダイナミックすぎて、こんなにダイナミックなとこは本当に日本各地いろいろなとこ行ったけど、もうここが一番ダイナミックなカールっていうんですかね。大好きですね。というわけで行きたいと思います。結構な坂でなかなかハードですね。めちゃめちゃきつい登りだった。北穂の小屋まであとちょっとです。ちょっとね、めちゃめちゃ怖いな。今までで一番怖いかもしれない。マジやばい。いやあ、マジで辛かったわ。もうほんとね、
ほんと怖かった。ここの下りがもうビビりまくって、一旦このこと忘れよね。えいやもうほんと達成感がすごい。やばいね。ねえ、めっちゃ嬉しい。ひとまずここまで無事来れた。いやもうほんとね、いやマジで直通だったんだな。見える？あ、そっちめっちゃかっこいいな。え？いやー見て、すげー。いやーやだ、3000m やばいな。ここが最後の登りです。ちょっとね本当にねくたびれた。ものすごい登りだったわ。本当過去一きつかった。もうねずっと命の危険を感じてたというかね、ちょっと後悔したというか。登って山頂です。うわマジか、すげえ。いや死ぬ前に見れてよかった。残雪期こんな感じか。めちゃめちゃ綺麗だ。めちゃめちゃ天気が良くて最高のロケーションですね。いや本当ね苦労してきた甲斐があったっていうかね、なかなかこの時期に来れるってね、てかもう二度と行けないんじゃないかってぐらいの経験だと思うから、本当ねこの雪で色づいててすごい美しい。槍ヶ岳の大キレットもめちゃめちゃ綺麗に見える。ちょっと寒くなってきたので一回小屋に行きたいと思います。
顔